はい、今回の動画はショートカットキーを使って文字を検索する方法をご紹介します。で、今回の動画では今これサイトを開いてますけども、このサイトの中で自分の読みたい記事を探すときに、こう目視でですね、ずっとこう見ていって、あ、ここにあったという形でこれをクリックしてこの記事を見るということはですね、通常サイトの閲覧でよくやってることだと思います。で、もちろん目視で探してもいいんですけども、ショートカットキーを使うと検索窓を一発で出すことができるので、そこに検索をしたい文字のデータを入力をすることによって、自分が探したい文字であったりだとか、あとは記事なんかを素早く探すことができるんで非常に便利です。はい、それでは早速そのやり方なんですけども、文字データを検索をしたいときはキーボードのコントロールキーを押しながらアルファベットの F を押します。はい、そうするとこういった形で検索窓が開きますんで、ここに検索したい文字のデータを入力をします。じゃあ今回はじゃあ転職で検索してみましょうかね。転職って入力をしてエンターキーを押します。はい、そうするとこういった形で今開いているページの中には転職っていう文字データが40個ありますよっていう形で出てきて、この下のところ見てもらうとですね、この転職っていうところがね、色がついてると思います。で、あとは自分でマウスで操作してですね、目的のね、データであったりだとか記事を探してもいいですし、この上の検索窓のところに矢印キーもありますんで、この下矢印をね、押すとですね、こうどんどんですね、下に下がって、この文字データを検索して、逆に上の矢印を押すと上にね、戻ることもできますんで、完全目視で文字データを探すよりはですね、かなり探しやすくなると思います。はい、といったことで今回ご紹介したコントロール F ですけども、文字データを検索するときに非常に使いやすいと思いますんで、ぜひうまく活用してもらえるといいかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。